イロードプレイオフ。この場面で打席には梶谷入ります。さあワンアウトになりましたが、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。低め絶妙のコースに決めてきます。ここは見ます。打ちました。ファウルになります。ツーボールツーストライクです。引っ張った、これはファーストライナー、ツーアウトランナで打席には西野入っています。さあ2アウトにはなりましたが、追加点の欲しい場面。まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですよね。しっかり捉えた、ワンバウンドヒットになった。ホームに送球する、ライト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。西さん、これでサードまでランナー、これから9回。さあマウンドを任されたのはマシソン。小宮山さん、もうこの人が出れば安心と頼れる守護神の登場ということになりました。そうですね、それだけ信頼されてますからね。ここはしっかり抑えてくれるでしょう。そうですね。さあ期待通りのピッチングで締めてもらいたい。落ちる球見逃してストライクです。ワンボールツーストライク。スライダー外れます。打ちました。セカンドが取る、アウト、ワンアウト。2番バッター石川、マシソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ守護神マシソン、ベイスターズ打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょうピッチャーの状態は。今日のピッチング期待できそうですよね。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。2球目決まっています。この球は落としましたが決まりません。引っ張った、ファーストが取る、これで3アウト、試合終了になります。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。